はい、なんかまあいろいろやりました。うん、みつる様とアイギスが67でコロマルが66かな。ほんでなんかガブリエルとかセットを作ったりとか、あとねあのジオ系がなかったんでちょ白虎を作ったり、なんかそんな感じです。なんかできっかな、ちょっとなんかね最近いろいろごちゃごちゃ組み合わせてる、拾ってきては、ハリティとかねロキとかをねもう何回合体させたことかって感じになってる。3体くっつけたらちなみにどうなるんだ。ロキか、火炎ブースター。別にロキ作りたいわけじゃないんだけどね。もっと使わねえんだよな。なんかならない。アバドンになるぞこいつ。アバドン作っとくかい。猛者の嘆き、光向こう熱いね。なるほど、王者の嘆き。あ、でもデビスマ持ってんじゃん、いいんじゃね、割といい。このアバドン結構いいね。あ、受胎。もっとなんか喋り方が下品っていうか、なんだろう、荒っぽい感じなのかと思ったらすごい紳士でびっくりしたっていう。どうしようこれ、何消そうかな。見切り3つつけて、まあこれでいいかな。結構なんかよくねこのアバドンいいと思うんですけどね。ユルング。ユルングやっぱエヴァンゲリオンで見たことある気がするんだよね。元になる。戻ってしまうね。俺はあえてそこで元に戻るとは言わなかったのだ。今言っちゃった。どうしよう、行っちゃった。明日雨かな。俺ワンチャン今晩中にこのペルソナ3っていうゲームを終わらせようとしてるんだよね今11時なんですけど、11時であと3週間、絶対無理なんだけど、多分早くて明日の朝8時とかそこまでは、いや行くな、行くだろう。早くてまあ6時か。死んじゃうね。絶対やんねでもむしろ忙しいからこそ今のうちにやっときたいっつうのはあるけど。どうしよっか、何ドーピングしよっか今回は。いろいろとね、っていうかアリスビビったね。アリスを下ろすの、18万か。意外と安いなと思ったら180万だっていう。おい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 っていう。だったら作った方が早いっていう。作ってもそこまではかかんねえだろって。100万ぐらいかかるかもしんないけど。どうなんだろう、かかんのかな結構。わかった、なんであのアリスあんな高いか。俺が上げすぎたんだステータスあれやばいもんな。だってな、2周目に下ろします。終盤あたりになりゃ金貯まってんだろ。よし、じゃあどうしようかな。今ガブリエルユルングか。あ、消さないユルングがなかなかいいんじゃないですか。アリスやっちまったな。やっぱ消すのは間違いだったな。今180万使ったら150万ぐらい。
薄い金ねか、もう一回一縷の望みをかけて星の米を、絶対いないだろう。なんでいないんだろうな。いろよ。あ、分かってたけどさ。さてと、あ、そうだ。忘れないうちにあれもやっとこっか。セーブはするんだけど、コミュマックスになった女の子たちの、その後のやつ一応見とこっか。よし、ゲーセンゲーセン。あ、それこそまあでもあれか、ミツル様と小田切さんとあれだ、早瀬くん終わってからでいっか。日付は多分余るんで、余るっていうか、まあ米もう1個攻略できないって確定しちゃってるから、ワンワン今日はどうだい。お、あ、アイリスだっけ。アイリス行こうぜ、デートである。なんか気合でアイギスと結婚できないかな、法律的に許される形で別に大丈夫か、一応あれだから、マスイーンだからね。チョビッツでいうところのパソコンと一緒ですわ、だいぶ、古いネタ出してきちゃったけど、10年ぐらい前の、もう10年とかになっちゃうのか。それは俺もおっさんになりますわ。ちょびっつ面白かったんですけどね。10年どころじゃ聞かねえな。2001年ぐらい、尊敬だった気がする。あー、BGM が。おう。思ったんだよ、でも俺は。1周目に完璧だったら、2周目の醍醐味があんまりないよねっていう、で言い聞かせてみるスタイル。おめでとうございます、どうもっす。はい、なんでしょう。俺土佐日記しか知らないんだけど、高級日記、放浪記、わかんない。放浪記は、わかんない、聞いたことぐらい。え、どれだ、ちょっと待って。あ、これでいいんだ。ほーん、そうなんだ。へえ、そうなんだ。くっ、本当に嫌いなんだ。あ、お久しぶりっす。へいへい。超かっこよかったね。この間。
この間の、まあ、だいぶ前になるんだけど、小田切さんのさ、あれマジで好感度はもう上がりまくりだろ、あんなこと言われたら。お、ゆかりちゃん、あ、皇帝のペルソナ持ってたっけ。なあ、ちょっといいか、今から軽く付き合おうね。む、ようってほどでもねえんだけどさ、いいじゃんか、付き合えって。なんだい。天気も良さそうだし、屋上行こうぜ。殴り合いだわ。うん、これは殴り合いですわ。クロスカウントはで終わるよ、最後。そういや、俺らって二人だけで話すって案外なかったかもな。もうすぐ成人の日だな。去年までは単なる連休の日と思ってたけど、今年はさすがにちっと思うよ。俺もちゃんと大人になって普通に成人式とか出んのかなとかさ。つうか最近急に世間の空気も妙な雲行きになってきたよな。新聞もニュースも人が訳もなく集団で倒れたとか消えたとか、そんなんばっかだ。シャドウの被害が増えすぎてて記憶の補正が追いつかねえんだって先輩は言ってた。どう考えても例のニュクスってやつの影響だよな。ここんとこそれ系の話にかこつけて妙なカルト宗教みたいなのも騒がれだしたろ。やれ週末がどうたらこうたらってさ、早いとこなんとかしねえとな。それにニュクスだけじゃねえ、ストレガの二人もまだ生きてる。だんまり決め込んでやがるが、どっかで必ず俺らの行動を邪魔しようとしてるはずだ。決着つけねえとな。それにしてもお前とこんな命預けるまでのダチになるとはな。去年の春には想像もしてなかったぜ。もっとも世界がこんな無茶なことになるって事態考えなかったけどな。しかし実感湧かねえぜ。こっから街見てっとすげえ運命がそばまで来てるなんて全然思えねえけど、見えねえから見ないってんじゃ何も変わんねえんだよな。お前正直すげえよ。こんな運命10年も前から追わされて、そんでも自分の力にしちまうんだからな。お前と会えてよかったよ。真顔で言うと恥ずいけどさ、でも本当の気持ちだ。戦いが終わってもずっとダチってことでいいよな。かっこいいな。テレッテとかもコミュニティ欲しかったね。うん、アイギスさん、すまね。なるほどね。まあお気づきとは思いますけど、そうです、アイギスさんのコミは今日から行けるようになります。で、昨日の夜のアピールはそれだったんでしょうね、うん、私は小田切さんのところに遊びに行くのだ。皇帝のペルソナ持ってたっけ。そこ重要ないだろうな、記憶にねえもんだって。よし、持ってこよう。安いやつ。皇帝、皇帝、あ、なんだっけ、フォルネウスフォルネウス下ろしてこよう。アリス、もう一回見てみよう。ワンチャン、ワンチャンなんだけど、まあもしかしたら18万8000円だったかもしれないところもあるから、0一個ね、0一個変わるだけでね、まあちょっとっていうのはまあよくある話で。2周目そうだな、2周目に向けてとりあえずあれだな、終盤になったら
姉子のところで買い占めて、カップとかも全部使っちゃおう。もったいないもんな。お、うん、ガブリエル100個は前の方が強いでしょ、確か。あれ、あ、でもな、レベルが上なだけでやっぱ枠がもったいないよな。うん、スルトは絶対そうなんで、こいつもな、枠が、うん、まあいろいろとね。ただアバドンだよ、俺アバドンは絶対こっちの方がいいと思う。アバドンはこっちにしましょう。うん、強え、マジ普通に。皇帝のペルソナなんかできっかな。ってダメだよ、アバドン今いいって言ったばっかなのに。ヘルズエンジェル、うん、こいつもなかなかいいペルソナ。うん、よし、ポルネウスを買います。うん、オルフェウス、ポルネウス似てるぜ。あ、そっか、なるほど、やることあったぞ、2周目。うんうん、とりあえず温泉の失敗の方のやつと、あともう1個、うん、あれはやっとかないとっていうやつを。うん、よし、そうですね、まあペルソナ関係ということだけ。うん、そうだね。ていうかあれだな、マックスにしたいな。うん、あの解体新書じゃなくて、なんだっけ図鑑じゃなくてさ、あれなんつんだったっけ、出てこないペルソナのなんか引き出すやつ。うわー、なんでだろう、そんな難しいあれじゃないのに。3学期の BGM 切なくなるな、やっぱ。うん、よし、じゃあ小田切さんのとこ行きましょう。コミュニティ全部終わったら、じゃあ女の子のやつ見て、まあそれでいいかな。あとはアイギスのやつ行けるとこまでやります。どうもっす。うん、ういっす。うん、おう、お誘いが。うん、うん、なるほど。まあやっぱりそうだよな、いくらねえあれとはいえちょっとやりすぎかなっていうところは。ありがとうございます。うん、いえいえ、こちらこそですよ。うん、3でやっぱりね、本当にバレンタインイベントがないのが
ちょっと4がね、良かっただけにね。うん。ちょっと見たいっすね。ミツル様はどんな感じでチョコ渡してくれるのかな、みたいな。うん。かわいい。多分こういう顔は平賀さんぐらいしか知らないんだろうな。うん、仲良さそうだったかんね、あの人たち。ただいま。帰ってきたか。うっす。うん、かっこいいです。あざっす。話聞いてみましょうか。うん、徹底排除。うん、徹底排除って物騒やの。うん、怖いわ。難しいっすね。うん。あ、そういえば学校の人たち話しかけてなかったな。うん。はあ、やれやれ。照れってはいなくないですか？あれ、コロマルもいない。散歩行ってんのかね。キュイーン。うん、あと3週間か。うん、あ、物を売っとくか、忘れないうちに。照れていないか。うん、あ、渡辺じゃん。うん、学校の人だ。うん、うん、やれやれ。あ、姉子、武器できやしたか。うっす。ミョルニルハンマー、キュベレ、サワジオス、レーバンテイ、おお、氷結なんだ。へえ、うん、10年前か。へえ、年的にはいくつなんだろう。30いくつなのかな。なんかかなり綺麗ですよね。うん、うん、1個。うん、まあいいや、まだいいや。最後の最後で一気にいっぱい買って、あとなんか使わんもんはもう一気に売っちゃいましょう。これして2周目の肥やしにする。使わんもんって俺ほとんど使わないからな。あれ、今日は男か。バルーンク、あ、これはダメだ。これ売れねえやつだ。うん。あっぶねえ、売っちゃうとこだった。あれ？いや、こっち売っとこう。これそうだ、ゆかりちゃんから外しちゃって、戻してなかった。あ、いや。あ、どうなった。
せんちゃん嫌やつやん、こっちでいいや。うん、ギガントアーマーそろそろいいかなって感じになってきている。うん、よしと。よく気づけばよく頑張ったなここまで。うん、もうちょっと金貯めて頑張ってみますか。これもいいべ。あー、いやでもこれ結構特別なやつだからな。これは OK。ソーマね、安いんだよね、売っても。別にこの辺は売んなくていいか。どうせ消えちゃうんだし。あ、ブロンズ、あ、ブロンズメダルか。プラチナメダルだっけ。あれ？あ、2個か。いつもね、右見ちゃうんだよ。あれ、5個も取ったっけとか思っちゃう。うん、いかんね。うん。この辺のやつとかも使わないからな。最後売っちゃおっかな。最終日1日前ぐらいに一気に売っちゃいましょう。ミラーとかも売るか。最終日1日前だった。あれ、なんか今すげえ高いもんなかった。うっ、余裕で売る。やったぜ。うん、そろそろリリムとか作りますかね。次じゃああれだわ、行った時にでも作り始めよっか。あとミックスレードとか、ついに500万ぐらいになったぞ。うん、うん、あ、8日の夜。うん、ゆるんぐだっけ、こいつあげとこっか。あ、まあいっか。うん、90が散歩。うん、10はもうできること、あ、10はできることないんで、うーん、おみくじやっときますか。じゃあ星の、うん、それでいいんじゃないかな。アイキス、うん、アイリスどうしよっか。どうしよっかじゃねえよな。いや、やります、ね。うん。なんか中途半端になっちゃうんですけど、まあ、やられるとこまで。うん。土曜日そういえばみんないるんだ。ゆかりちゃんもいるし。そっか。じゃあ次の週の土曜日見てみますかね。いや、次の週でいいや。謎のこだわり。みつる様。うわ、かわいい。マジかわいいんだが、この人。行きましょう。うん。
子が可愛いんだかな。これおごるとダメみたいです。さらにへこんでしまうらしいです、なぜか。おお、そういうことか。三井さんはなんかザベスみたいだね。うん、マジか。自分のことのように。恋だな。どれでもいいっぽいですけど、じゃあこれで。うん。スネークとボスの関係みたいな。なるほど。というわけで、じゃあその恋人の座は私のところに、うん、これがいいらしいです。ミツル様、なるほどね。ミツル様あれだな、うん、もうきっちりした性格だから、うんうん、仲良くなりました。うい、うん、いいじゃん。ごめん、今日散歩なんだ。行こう。やっほー。いいね。うん、ぷい。月曜日か。月曜日に小田切さんあげよっか、じゃあ。うん。うん。さて。うん。あー、このパターンか。フォーもこんなんだったもんな。ガスマスク売ってたもんな。よし、じゃあおみくじやり行こう。まあ大丈夫だとは思うんだけど、一応念のためにね。まあ、焼くこともねえしな。んで、夜はタルタロス行くか。うん。まあ、大体そうだな。
個人的にはまあ70、まあ80になんない、80言っても80ぐらいですかね、そんぐらいでいいんじゃねえかなって。お稲荷様をやるといいってそういえば言われてたの、余った時間はどんなんだっけ。思い出そう。え、まあいいや、じゃあやってみよう。はあ、なるほど、こういうやつなのか。そしてあの狐は何かを思い出すね。出張かな。確かに。てれてて。ほうほう。あ、なるほどね。だから月曜日。了解しました。小田切さんが上げられないという。さて、じゃあ一旦切ります。